2009年3月、イギリスの一般紙ガーディアンは一人の日本人画家の死を報じました。画家、吉田憲治です。日本伝統の金箔を用い、命と平和の輝きを表した作品です。その独特の画風と類まれな精神性はヨーロッパで高く評価されています。吉田は1924年、大阪府池田市の農家に生まれました。幼少の頃から家にある絵や書や陶器などに親しんで育ち、17歳で大阪第二師範学校へ進学、美術を専攻します。時は太平洋戦争の最中、銃を取るな、絵を描けとの恩師古木戸先生の意に反し、吉田は土浦海軍航空隊に入隊し、神風特攻隊員としての訓練を受けます。多くの戦友が出撃していく中、死の一歩手前で終戦を迎えました。生とは、死とは、命とは。訓練中、毎日自分に問い続けました。このことが後の創作活動の原点となります。故郷に戻った吉田は池田市で小学校の教員になります。5年後上京し、美術教師を続ける傍ら、やむことなく絵を描き続けていました。私は命と平和の大切さを絵を通して人々に伝えたい。そのためには今まで描いてきた自然描写では伝わりきれないと感じ、自らの絵を純粋に抽象画へと向かわせます。1964年6月、とうとう教師を辞め、画家として生きる決意を胸にパリに渡ります。40歳の時でした。パリに着いた吉田は2ヶ月ほどかかって、やっと小さなアパートに身を落ち着けます。そしてモンパルナスにあるスタンリー・ヘイターの版画工房、アトリエ・リッセットに入会します。以前ピカソ、ミロ、シャガールなどが学んだこの工房で、版画の表現力豊かな技術を学びます。またこの頃、スペインの彫刻家アペル・レ・フェノーサの助手を2年半務め、彫刻を学びます。1968年、イスラエルにある農業共同体キブツでの生活を体験した後、シリア、レバノン、ヨルダンなど各地を訪れ、民族や宗教の違う人々を目の当たりにします。1972年、東京で画材店を営んでいた弘子さんと結婚した吉田は、思い切って弘子さんをパリに呼び寄せます。しかし画家として生活していくことはまだ容易ではありませんでした。毎日の戦いは生活費との戦い。無理して買った材料はあっても、
そしてそれで仕事をしていても、生活費がないということは、いかに心にのしかかってくることか。もはや潜在的に重く五体の一部を占めて久しいといえども、払拭できず。ちょうどこの頃、フランス政府から芸術家アパート入居許可の知らせが届きます。国が提供するアトリエ付き住居へ入れることになったのです。フランスで画家として認められたことをひろこさんと共に大喜びしました。当時描いた作品です。タイトルはサムライ。この作品は私の心を表していると吉田は言っています。この頃から全ての作品の題名をフランス語でラヴィ、命と名付け始めます。渡仏から20年、外国に住めば住むほど日本人であることを一層強く意識させられてきました。そこで20年ぶりに3ヶ月間の帰国を果たします。各地を訪れ、改めて強く印象に残ったのは日本伝統文化の美でした。3年後、自分の一番の理解者であった妻、ひろこさんを病で亡くします。人におもねることなく絵を描き続ける吉田を、渡仏前からずっと見守ってきたのはひろこさんでした。モンパルナス墓地の墓石に自らの手で名前を2つ彫りました。妻、ひろこさんの戒名、そして自身の戒名です。ひろこの死を境に生と死の境がなくなって、何か無限に広がる空間を持つように思われるようになった。生死はあるがままに、何事も自然に。吉田はようやくひろこさんの死を受け止めます。ひろこさんの死後しばらくして、自分の生涯のエージェントとなるホセ・フェレス・クーリと出会います。1990年、吉田はホセと共にメキシコに3ヶ月滞在し、マヤシリーズを制作します。
1993年、イギリスの大英博物館において存命する日本人画家で初めての個展を開く機会に恵まれます。I was planning a series at our new Japanese galleries in the British Museum of contemporary Japanese artists. And I wanted to show people who were not so well known through the Japanese establishment, but I thought should be shown. And his work was the first in that series. And it did make a very big impression. I think there are many people who saw, particularly his larger works, were just overwhelmed by their scale, by their sense of gravity and movement, and by their visionary quality. 1997年、メキシコ近代美術館でマヤシリーズの個展が開かれました。ホセと吉田はあることを計画します。宗教の違いを超えて戦争のない平和な世界を願う祈りの場を作ろうという計画です。二人は早速祈りの場の制作に取り掛かります。大きな12枚のキャンバスからなる、高さ2メートル横幅16メートルの絵を八角形の空間に組み立てていきます。2000年、アイルランドのクライストチャーチ大聖堂で、2002年にはイギリスのノーリッチ大聖堂、そして2003年にはカンタベリー大聖堂で命と平和の大切さを人々に伝えます。I said, after I've been to this one, then I will come here. But she has a connection with him.2008年、パリのユネスコ本部で個展を開きます。人々が二度と戦争を繰り返さないようにというユネスコの理念と自身の理念が一致したからです。翌年2月、吉田は病に倒れ84歳で亡くなります。40歳でパリに渡り、命と平和の大切さを人々に伝えようと絵を描き続けた画家吉田賢治、その作品数は3000点以上に上ります。
吉田が晩年に書き留めた言葉があります。命は平和あってこそ最高に働き輝く、平和こそ最高の美である。